思います。今回はですね、株式会社アイズコンピュータサイエンス研究所の、久田様の方に、お願いいただいております。簡単に、略歴を、ご紹介いたださせていただきます。1997年にアイズ大学をご卒業され、2002年にコンピュータサイエンス領域での、PhD を取得されております。その後ですね、5年ほど経て、アイズラボを、創業されて、アイズの方でずっと、ベンチャーということでやられてきました。特に、震災後ですね、東日本大震災の後にですね、スマートグリッド等の、地域、密着といったら変な言い方ですけど、ソリューションというのをやられてまして、特に画像処理、ドローン、ロボット、IoT 領域で非常に、リードされておりまして、開発を進められてきました。特にですね、福島県、特に東北地方でですね、非常にこうリードされるような、ベンチャーという形で育てられてきております。で、その後、2019年に、それまでの、アイズラボの方を、退任されて、新たにアイズコンピュータサイエンス研究所ということで、を設立しております。現在はスマートグリッドをはじめ、AI 領域、並びにブロックチェーン領域でですね、非常に、まさに最先端のところを、開発ベンチャーということで、取り組まれております。今回はですね、題として、技術開発ベンチャーにおける AI およびブロックチェーン、技術を活用したソリューション事例ということで、いくつかご紹介いただいて、いただきたければと思います。では、すみません。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めまして、ただいまご紹介に預かりました、株式会社アイズコンピュータサイエンス研究所の代表取締役、久田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、会社概要でございますけれども、会社自体は先ほどご紹介いただきました2019年の4月1日、こちらで、開始ということなんですけれども、ちょうど今3年終わって、4期目ですね。4年目を迎えるというような会社でございます。会社そのものは、会津若松市の、中心街の方にお城があるんですけれども、その鶴ヶ城のすぐ近くに、実は先日まであったんですけれども、いろいろと今、活動の中心が会津大学との共同研究というような形で、大学の近くに、拠点を移しましょうということで、この3月にですね、ちょうどその会津大学の本当目の前になるんですけれども、そちらに事務所を移転したばかりでございます。会社そのものは、どちらかというとですね、研究所とあるように最先端の、技術等を活用して、そういった最先端の技術を、世のために、人のために、使いましょう、役立てましょうというようなところを、考えながら活動をしております。略歴の方を先ほどご紹介いただきましたので省略いたします。私自身がですね、会津大学の第一期生ということで、大学から公式に、認定を受けている会津大学発ベンチャー企業というところで、私が会津大の出身というだけではなく、今現在もですね、やはり継続的に、会津大学のいろんな先生方と一緒に取り組みを進めて、ぜひその大学でお持ちのですね、最先端の、学術知識、技術シーズ、そういったものを、世のため、人のために役立てましょうと。そういったところを会津大学と一緒に、取り組んでいるというのはベンチャーでございます。では、まずはじめにですね、今日大きく3つほどトピックスあるんですけれども、まず一つ目に、ちょっと軽めのところでですね、これは皆様、お話ししてもですね、なんだそんなことかというようなものだとは思うんですけれども、我々、2019年に会社を始めてですね、で、やはり一番大きな出来事というのは、翌年2020年の頭ですね、コロナというのが発生して、これがやっぱり恐ろしいような社会変化、化をもたらしていまして、当然、我々のような小さな会社にとってみればですね、これはものすごいやっぱりインパクトで、で、正直その仕事も、活動もですね、ろくにできないような状態で、当然、従業員には、お給料というか払わなければいけないですから、もう継続的にキャッシュばかりが外に出ていってしまって、
お金は入ってくる要素は一切ないというのは、もう本当に絶望的な状況に陥ったんですけども、そんな中でも、我々が持っている技術であったりとか、経験であったりとかですね、そういったところから何か、じゃあコロナのためにできることがないのかということで、始めたのが、一番最初始めたのが実はこれなんですね。見てわかる通り、これは検温の機械なんですけれども、私自身がやっぱり驚いたというか、素晴らしいなと思ったのは、2020年の、1月に初めて日本にですね、コロナが入って、で、2月頃から結構マスクが足りなくなったりとか、社会的に大きな、話題になりつつある中で、突然その人のですね、体温を日常的に測るというようなニーズが急に出てきて、で、世の中的には、どこでも、結局その人の体温を測るというようなことをやりたいというようなニーズが出てくるわけなんですけど、ちょうど2020年の4月ぐらいですね。これ深センで作ってたんですけれども、もともと Android のタブレットで、この右側にあるように、ゲートにこれを設置して、もともと顔認証でゲートを自動で開きますよというようなデバイスなんですね。ところが、その中国深センでやっぱりすごいなと思ったら、たった1ヶ月ぐらいで、この上の部分にですね、赤外線のセンサー、サーモセンサーをつけて、これを検温デバイスに変えるというようなことを急にやって、で、それがもういきなり量産化されてきてっていうようなことで、本当に、すごくやっぱり早いなというふうに思ったんですね。で、まだ日本にもこういったものが一切入ってきてない段階で、私自身はその中国の市場を見ていて、すごく目についたもんですから、もうとりあえず買えるだけ買おうってことで、深センに直接連絡をして、で、2020年のちょうど4月ですね。何台輸入できるかというところで交渉したところ、100台ほど輸入ができたんですね。で、まだ当時はこれ1台20万円ぐらいという非常に高価な状態だったんですけれども、輸入した途端にですね、もうあっという間にその100台がさばけてしまうぐらい、やっぱりその社会的なニーズがあったんですね。で、その後も、100台ぐらい継続で輸入をして、トータルで200台ぐらいがもう半年以内に売れちゃって、で、20万円で200台ですから相当な金額なんですけれども、これがもう、我々で言ったら一昨年のですね、年間でその売り上げる分のもう半額ぐらいまでいっちゃうような、やっぱりその社会のニーズにマッチした、デバイスであったりとかソリューションであったり製品っていうのが、やっぱりすごい勢いで売れるもんなんだなっていうのを実感したんですけれども、ただその検温してですね、人の顔を見てっていうところだけではなくて、我々さらにそこからですね、クラウド型のシステムにこれを移行させて、いろいろとやっぱりその会社さんが、こういったデバイスをですね、どんどんその自分たちの、勤務の中に自然にその溶け込ませるというか、自然に使えるような方法を模索しているというようなお話を聞いて、じゃあ、玄関先において従業員の方が出社したときに、例えば、その顔で認証して誰々さんっていうのが何時何分に出社したって、要は勤怠管理にこれを応用できると、結局、それぞれの人が何時何分に出社して、で、退社したのかっていう、記録が取れると。さらに、その時に、それぞれの人の体温ですね。これが記録されることによって、その人の体調管理であったりとか、入退室の管理であったりとか、こういったものも必然的にできてきますよねというところで、こういったそのソリューション開発などもしました。ですから、単体のその Android のデバイスにセンサーがついて、検温ができるというだけではなくて、いち早くこういったそのクラウドシステムを構築して、これもやっぱりその大手さんとかが開発するとやっぱり3ヶ月とか半年とかかかると思うんですけど、我々ベンチャーとして、やっぱりフットワークの軽さというのが特徴的だと思いますので、これも正直もう2週間とか3週間ぐらいで、えいやでシステムを作ってしまって、で、我々で言えば、POC っていう言い方をよくするんですけれども、現場で実証させてくれみたいな形で、いろんな場所にですね、これを入れさせていただいて、その中で、バグ取りをしながら、より改善をして、機能を追加してというようなことで、進めていきました。なかなか大手さんではこういった取り組みは難しいと思うんですけど、我々ベンチャーだから、より地域に密着した形で、試験的にいろんなシステムを導入できるというのは利点だと思っています。で、関連しまして、同じようなですね、コロナ禍において、急にやっぱり必要とされた技術、ソリューションというところなんですけれども、
3D カメラというところが一つポイントにはなっています。で、もう一つは、そのコロナ禍におけるソーシャルディスタンスなんですね。結構そのコロナが始まって、最初の頃って、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスってよく言われたんですけれども、いざですね、人と人の距離が、じゃあ2メーターって言われた時に、2メーターって距離ってどれぐらいですかとか、例えばですね、人と話し込んでいるときに、相手の人と2メーター距離が近くても、話し込んでたらどんどん距離が縮まりますよね。そういったときに、こういったその距離というものを評価して、自動的にそれを、例えば警告するシステム。人と人の距離が一定度保たれていなければ、例えば音を鳴らす、音声を流す、場合によってはそのパトランプみたいなのも合わせて警告をする。なんかそういったものが、できないのか、みたいなお話があって、こういったところもですね、我々、もちろんその技術もあって、いろいろとやっぱり技術シーズというところがありますから、組み合わせでこんなのすぐできてしまったんですね。1ヶ月ぐらいの開発期間で作ったんですけれども、そしたらそれがやはりなかなか皆さん欲しい方が多くて、現場にどん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 浸透していってってことがありました。で、これはもう、仕掛け的にはすごく簡単なものなんですけれども、右側にあるのが、カメラですね。で、カメラといっても、これはステレオカメラになっていて、USB 3で、コンピューターとに今つなげます。で、左側にあるのは、NVIDIA が出している、ジェットソンですね。いわゆる、AI、エッジ端末として非常に、高性能な、かつコストパフォーマンスも非常に高い、こういったもの自体が、試験用であれば数万円程度で手に入って、我々その量産品で現場で使うものとかでも10万円ぐらいで買えてしまうんですけども、その10万円のエッジコンピュータープラス右側のこのステレオカメラですね。この2つだけで、そのソーシャルディスタンスの、評価及び、警告というようなシステムが作れて、それをいろんなところに導入しました。そこの、導入事例等をお話しできればというふうに思います。で、先ほどお話しした通りですね、いざコロナが始まって、それまでに必要とされていなかったんですけども、それまではですね、人と人の距離を気にするなんてことはあまりなかったわけですね。で、急に皆さんがマスクをするようになって、で、マスクをしていても、やはりそのある一定の距離を保ちましょうみたいな。で、1.5メーター空けましょう、2メーター空けましょうみたいなお話が出てきてですね。じゃあ皆さん2メーターちゃんと距離が取れているのかとか、で、未だにいろいろなところで椅子と椅子の間をある程度間隔を取ってソーシャルディスタンスをキープしてますみたいなこと言うんですけれども、こういったのって、じゃあ、裏付けとしてですね、どうやって評価するんだみたいなお話が必ず出てくると思います。ですから、これをある程度数値化したりとか、コンピューターで自動分析したり、統計的に処理したり、そういったところを、自動でですね、管理して取り組めるというようなシステムになります。で、具体的には、我々すでに導入しているところは、ここの事例で挙げている中ですと、温泉旅館ですね。温泉の入り口において、その温泉の混み具合を評価したりとか、あともう一箇所、会津若松市内の、一番観光客が入る、鶴ヶ城ですね、お城の中に設置をすることで、同じくその混雑状況というものを評価して、で、さらには、お城の中にですね、一定のやっぱり人数を入れたくないということで、ある人数、敷地を超えたときに、管理側でですね、今、お城の中に何人入っているかというのが把握できて、最終的には、入場制限するとか、例えば天守閣なんて非常に狭いもんですから、その天守閣内において、ソーシャルディスタンスが一定値にキープできてない場合には、音声案内で、ただいま大変混み合っておりますと、人と人の距離を保って、スムーズに右回りで進んでくださいみたいなアナウンスを流すとかですね。こういったものを、距離が近い、混雑しているという評価値から、自動的にアナウンスしたり、解析したりというようなところが、最終的に必要とされたシステムなんですね。で、結構その言われたのは、勝手にその映像を記録されてしまうと、やはりそのプライバシーの問題があるということで、最終的にこれシステム的にはデータをすべてクラウド側に上げているんですけれども、クラウド側に上げるデータというのは、プライバシーの情報をすべて排除してくださいと、これがリクワイアメントとしてあるんですね。で、我々が最終的に、使ったアプローチというのが
先ほどお見せしたその 3D カメラから映像は取り込むんですけれども、NVIDIA ジェットソン側で全てプライバシーに関わる情報は、落としてしまう。具体的にはここの左下にある緑と赤の線画がありますけれども、まあ、ボーンと呼ばれる骨格構造ですね。人の骨格構造を、AI、エッジコンピューティングの処理によって自動抽出をして、で、最終的にはクラウド側に上げる情報というものは、このボーンの各ノードですね、端点、これを記録することで、当然ながらもともとは画像として、動画としてこれが処理されているんですけれども、エッジ処理をしているジェットソンより上位のクラウド側にはですね、単なる座標値でしか情報が上がりません。ですから、もうプライバシーに関わる情報はすべてエッジノードでドロップしてしまって、クラウド側に上がる情報はもう本当に数値データしかありませんということで、まあ、プライバシーへの配慮というものも十分にして行いました。で、実際にまあ旅館であるとか、まあ、先ほど申し上げた鶴ヶ城に設置をして、まあ、今現在も試験をしているところもありますし、実際にですね、まあ我々市からもお金をいただいて、まあ、このシステムを販売して、実運用しているというようなところもございます。で、まあ、システム的には非常に単純で、まあ、各ポイントポイントには計測用の 3D カメラと、先ほど申し上げたそのジェットソンの、まあ、エッジコンピューターというものを設置します。で、そこにまあ AC 電源さえ供給してしまえば、あとはネット経由でですね、先ほど言ったその抽出された数値データというものがサーバーサイドに上がっていきます。で、まあ、最終的にはこれを、テレビであったりとか、スマホであったりとか、サイネージであったりとか、まあ、こういったところに表示をすることで、例えばその混雑状況を混雑、空きみたいなわかりやすい情報で表示したり、先ほどお見せしたようなボーンの情報、人間の骨格構造で何人ぐらいが、例えばロビーに何人ぐらい立ってますか、座ってますか。食堂に今どれぐらい混み合ってる人がいますか。まあそういった情報を、まあ、表示ができますよと。で、当然表示そのものも先ほどから申し上げているプライバシーの情報は排除されていますから、これ誰が見ても何の問題もないわけですね。ですから、まあ混雑状況がそういった形で視覚化できると。で、ここでステレオカメラを使っている理由というのが先ほどから言っているソーシャルディスタンスの評価というところになるんですけれども、ボーンの情報そのものは AI のエッジコンピューティング処理で、まあ、例えばそのオープンソースのオープンポーズと呼ばれる、フレームワークを使うと、骨格構造をディープニューラルネットワークで処理した、学習系から自動抽出されて、まあ、例えば人の頭がここにありますよ、肘がここにありますよ、足がここにありますよ、みたいな、線画としてボーン情報が、まあ、抽出可能なんですけれども、まあ、これ単体では、単なる二次元の情報なんですね。で、まあ、今回その 3D カメラを使った理由というのは、まあ、右側のカメラと左側のカメラの示唆を利用して、その空間情報に落とし込みたいと。で、このカメラ自体をフランスから輸入してるんですけれども、まあ、工場出荷する時点で、厳密にその右側のカメラと左側のカメラが構成されていますので、その構成値がすべてメーカー側から提示されるんですね。ですので、まあ、構成、コンフィギュレーションされたデータを、まあ、取り込むことで、最終的にはステレオカメラとして立体情報が再構成されるというところが一つ我々が、まあ、採用したポイントなんですね。先ほど申し上げたその骨格構造、右カメラ、左カメラから最終的には抽出をして、その右と左の示唆から空間情報を復元します。で、カメラの構成情報から、内部的には計算処理で、人と人の距離が何センチ離れているかというのが最終的には計算が可能な状態になります。で、まあ最終的に先ほど申し上げた人と人の距離をですね、自動評価したり、まあ統計的にこの部分がこれぐらい混み合ってるみたいな情報を蓄積していって、まあその後のソーシャルディスタンスのキープ、確保のために、まあどういう改善をしていけばいいのかっていうものが、まあ見える化できるということになります。で、まあ、これ自体は、もう本当に最初実験的にパパッと作って、まあ、より早く、それこそ先ほどから申し上げている、まあ、POC だ、POC だということで、現場にどんどん入れて実験をさせてもらったんですけれども、まあ、早速、新聞で取り上げていただいたりとかですね、まあ、それが一面の新聞に取り上げられると、まあ、いろんなところから反響があって、まあ、うちでも実験したいとか、これはもう販売してるのかとかって、やっぱりニーズがあるものでしたから、
まあ、いろんなところが導入をしたいというようなお話があって、まあ、先ほどのその検温器ではないんですけれども、まあ、こういった、まあ、パッドを作ったようなシステムでも、やっぱり現場のニーズがあると皆さんそれを使いたいというようなことがどんどん出てくるような状況になりました。で、さらに、まあ、これは日本だけではなくて、当然ながら、全世界的にそのソーシャルディスタンス、人と人の距離をやっぱり一定値キープしましょうみたいなところは興味があるということで、まあ、読売新聞のジャパンニュースというところで、まあ、英文としてですね、掲載されて、海外からも結構反響をいただきました。ですから、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、海外も含んで、まあ、非常に注目をされた取り組みということになりました。で、旅館、これは、会津若松に、東山温泉という温泉があるんですけれども、そちらで、実際にですね、先ほどの検温器を置いて、で、まあ、お風呂の入り口のところにですね、3D カメラを設置して、そこから、まあ、旅館内に設置したサーバーにデータを吸い上げて、で、ロビーの混雑状況、浴場、大浴場の、混雑状況、まあ、そういったものをお客さんのタブレット、スマホで見れますよとか、まあ、旅館内に設置したサイネージで見れますよとか、まあ、こういったものを、実際に旅館で実験を始めました。で、ちょうど、あれですね、9月頃に、一時止まっていたその修学旅行客が急激に、また復活してというか、まあ、増えてきて、それで、まあ、旅館側も大量の人を結局受け入れるというようなタイミングになっていたんですね。それで、まあ、タイミング的に非常に良かったのは、まあ、そういったたくさんの人たちが入ってくる中で、旅館側としてどれぐらいそのソーシャルディスタンスが、キープできているのか、混雑状況が把握できているのかというところで、まあ、こういったシステムを旅館側で導入したんですけれども、まあ、これは非常に良い取り組みだということで、まあ、国の機関からも、実際に、視察に来たりとかですね、まあ、県の、担当の方が実際に視察に来たりとか、まあ、いろんな方がやっぱり注目をして、まあ、これをどういう形で使えるのかというところを検討していただいたというような背景があります。で、さらに、まあ、先ほどから説明してますけれども、まあ、お城の方ですね、鶴ヶ城の方でもこれは使ったということで、ちょうど GoTo トラベルのタイミングだったものですから、まあ、先ほど旅館はどちらかというと、修学旅行生というところだったんですけど、観光地は GoTo トラベルが広がることによって、なかなかやっぱり、ある程度例えば検温とかも自動処理していかないと、人が全部対応してたらもう間に合わなくなっちゃう。行列になってしまうというようなところで、まあ、先ほどの検温器を置いたりとか、まあ、人がどん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 増えるような場所では、まあ、それまではある程度混んできたなと思ったら担当者がそこまで行って、ちょっと距離を取ってくださいとかっていうのを直接お話ししてたんですけれども、まあ、今回、鶴ヶ城に置いたシステムでは、スピーカーからですね、自動的にアナウンスで、距離が近くなっているから距離を取ってくださいとか、まあ、そういったアナウンスが流れることで、まあ、人が勝手に気づける。まあ、それでも、ダメな時は担当者がやっと現場に行って、きちんと距離を取ってもらうようなアナウンスをするとかですね。まあ、そういったその運用ができるようになったということで、まあ、非常に、まあ、活用できたということを、会津若松市及び、まあ、鶴ヶ城のお担当者の方も、おっしゃっておりました。天守閣は、まあ、結構上に行くに従って狭くなってくるような構造なものですから、どうしても人がですね、集中して、で、まあ、当然天守閣上がったらそこでしばらく過ごしたいと思うのが、常ですので、やはり天守閣に人が集中してしまうんですね。ですから、まあ、先ほどのその防音の情報、骨格情報で天守閣にどれぐらい人がいるか。で、2メーター、人と人の距離が2メーター確保できている場合には、緑色で表示をして、近くなっている場合には赤色で表示をするというような色を変えることによって、そのソーシャルディスタンスも表現しているんですね。で、こういったその天守閣の混み具合というものを、1階下、第4層になるんですけれども、そこにサイネージを置いて、で、観光客の方々が上に上がる前に、事前に天守閣の、混雑状況を把握できるようにして、で、さらにその4層の下に3層、3層の下に2層って形で、まあ、自分たちが1個上の階に上がって安全なのかどうかっていうものを事前にサイネージで確認できるようにしたというのが、まあ、このシステムの特徴というところになります。まあ、先ほどから言っているその自動アナウンスですね。
で、天守閣の人数カウント、さらに、まあ、入り出のカウントしてますから、まあ、お城の中の総人数、お客さんがどれぐらい入り込んでるかというのがカウントできるから、まあ、入場制限も、簡単にかけれるというような運用ができるわけですね。この右側にあるのが、入館人数、退館人数ということで、まあ、推定入場者数というものを評価して、これが例えば100人を超えたら、チケット売り場でチケットの販売を一旦止めるとかですね。まあ、こういった処理も、まあ、このようなその 3D カメラ及びエッジコンピューターというものを各場所に設置することで、非常に簡易に、ご担当の方が運用できるようになったということになります。次にですね、ちょっと分野がガラッと変わりますけれども、まあ、今まではどちらかというと、そのコロナ禍で、まあ、AI であったりとか、AI のそのエッジコンピューターですね。こういったものを活用して、まあ、コロナに対する取り組みとしてやってきたものをご紹介したんですけれども、まあ、これからお話しするところは AI といっても単なるそのソフトウェア的な処理の AI ではなく、まあ、先ほどそのジェットソンに近いんですけれども、やはりエッジ側での処理として AI を使いたい。ただそこで、消費電力を非常に抑えたいという目的と、あと、高速に処理をしたいという目的が二つまああって、で、最終的にはそれを、まあ、ソフトウェア処理じゃなく、チップ化して、オンチップでその AI の学習機能を、まあ、実現しましょうというような取り組みになります。で、まあ、そういった技術をどこに応用したかというところなんですけど、まあ、ここ4年、5年ぐらいですね。まあ、私がずっと取り組んでいる分野の一つが、その電力の分野なんですね。で、電力も、まあ、直近1年ぐらいで、JPEX の相場がむちゃくちゃ大きな変動して、もう新電力がですね、まあ、自由化、電力の自由化に伴って参入してきたにもかかわらず、今すごい痛い目にあって、もうどん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 、もうやめたって、皆さん、その実際に電力事業やってられないっていうようなモードになってるんですけども、まあ、会社によってはもういきなり潰れちゃったりとかですね。ただ、やはりその自由化の一つ目的というものは、まあ、いろんな会社が民間として参入していって、当然まあ我々のようなベンチャーもその電力の分野に非常にまあ参入しやすくなっているというような背景があるんですね。まあそういったところで、まあ私は真っ先にそのブロックチェーンという技術をまあ応用して電力の取引というものに適用しようということで取り組みを始めたんですね。これはまあ一つ前の会社になるんですけれども。で、まあ実際に今そのブロックチェーンは使いつつ、ただ、ブロックチェーンというのはあくまでも、そのデータの分散化、プラットフォームというか、まあ、正しく、インターネットのような分散環境上にデータを、保持して、で、その上で、まあ、価値交換を行うというものが目的になるシステムなので、まあ、計算そのものは、例えば従来のじゃあクラウドで行うんですかとか、まあ、先ほどのジェットソンのようなエッジサイドでエッジコンピューティングとして処理するんですかというようなお話になるんですけれども、やはり一つ大きなキーワードとして、私はその AI の処理によるエッジでの AI、処理。これがまあ AI チップ上で行われるというのは非常に今後何年かのトレンドになってくるんじゃないかと思っていて。で、その AI チップ、まあ、いわゆる処理系としてのその AI と、先ほどのそのデータ分散化のためのブロックチェーンのプラットフォームと非常に相性がいいんですね。データそのものがブロックチェーン上に展開されて、どこにいても正しく誰も改ざんできないデータが参照できますよ。ただデータだけあっても、そのデータは、まあデータだけでは役に立たないわけで、そのデータを何らかの処理をしたいわけですね。その処理に、まあ直近で言えばその学習系を適用したい。で、学習系をより低消費電力で高速に処理したいとなった時に、この AI チップというのが非常に役に立つというようなところ。それがまあ私が今この分野で取り組みを積極的に進めている理由ということになります。で、言うまでもなく、まあ今様々なところで、その、エッジコンピューティングというものは実際に使われつつあるんですね。特に製造であったりとか、物流であったりとか、まあいわゆるIoT が盛んに行われるようになって、末端に、まあ、いわゆるクラウドセントリックな集中、処理システムから、末端に対して、まあ、IoT として末端でそのコンピューティングを行うというような流れがどん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 進んでいって、センサーから処理系から、それがエッジサイドにどん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 流れていくというような、ことが起こっています。
そういった中で、当然従来型の組み込み機器として、組み込みのコンピューティングを、最初にプログラミングされた処理通りに動かすというような処理系で、回すというようなことは当たり前のようにやってるんですけれども、そこの一部が、少し変わってきていて、それは何かというと、ここにその AI の利活用というのが入ってきてるんですね。で、AI のチップ化といったときに、様々なそのアプローチ、様々なテクノロジーというものが実はあって、で、我々もその電力分野で AI チップをやりますって言ったときに、当然投資家の方々からは、じゃあその AI チップの競合相手って誰がいるんだっていう話になって、で、真っ先に、例えばその名前上がってくるのは、例えばその Google ですね。Edge TPU という非常にもう安価な、エッジ側末端で、推論処理ができるようなコンピューターというものを出しています。で、Google とかだともう本当、馬鹿げた数の量産化を進めてますから、とにかくそのコストが安いんですね。で、非常に高性能であると。ですから、こういったものを、例えば Google が作っているのに、じゃあその会津コンピュータサイエンス研究所みたいな、田舎の一中小企業ベンチャーが、なんで AI チップなんか、そんな人たちと、競合してできるんだみたいな話があったんですけれども、私の一つの反応は、AI チップといっても、いろんな AI チップっていうのがあるんですね。Google が作ってる Edge TPU は、あくまでも推論に特化した安価で、高速処理が可能な、末端でのその、処理チップなんですけれども、例えば左上にある、この Qualcomm。Qualcomm 言うまでもなく、これは、モバイル端末の中の通信チップですよね。で、Qualcomm 自体は 5G に対応した AI チップというものを開発してますというのをアナウンスしています。一方で、Amazon は、こういった分野に必ず、参入してきますよね。じゃあ、その AWS の中で何を作っているんですかって言ったときに、当然その AWS、クラウドのシステム内により低消費電力で、高速処理が可能な、彼ら独自の、チップ化であったりとか、そういったものを、横に並べてスケールを取るみたいなシステムだったりとか、これがクラウドの強みになってくるんですけれども、そういったことも当然ながら進めてるわけですね。で、一方で、そのインテルはもともと半導体強いわけですけれども、インテルはどちらかというと FPGA と呼ばれる、書き換え可能な、チップですね。書き換え可能な、ソフトウェアとしてその回路を定義できるようなチップを使って、AI の処理を進める。マイクロソフトあたりもこの FPGA の AI チップというものは積極的に取り組んでいるんですけれども、こういった別のアプローチもありますと。じゃあ、Apple はどうなんだって言ったら、我々日常的に使っている iPhone には、もうすでに AI チップというのがしっかり入ってますね。これは顔認証したりとか、認証の目的でその AI チップ、AI 処理というものを行っています。Android の端末にも当たり前のように AI のチップが入っています。ですから、ここ見てもわかる通り、至るところに AI チップっていうものが今あって、ただその目的は Apple だったら顔認証、Google だったら汎用的、Amazon であったらクラウドの中で何かを使う。Qualcomm は通信ですよ。Tesla だったら当たり前のように自動運転ありますよってことで、全部これ目的が違うんですね。で、目的が違えば、チップも特徴も特性も、使ってる技術そのものも全部違うんですよね。で、我々が今行っている、チップ化。これは電力分野で電力のマネジメントを行うようなチップですね。ですから、ここに挙げてるような会社さんが作ってる AI チップとも、全く中身は違うし、考え方、思考というものは違うんですね。ですから、そういったのをご説明しながら、株主の方もなるほどなと、そんなにたくさん競合がいても、分野がみんな違うんだったら、明日例えば Google が、じゃあ電力分野で AI チップを作りますってことはないんだ、みたいなお話になって、皆さん納得をしてくれたわけなんですけれども。日本も実はその AI チップの、取り組みをどんどん進めていきますみたいなものを言ってます。これは国が取り組みとして言ってるんですけれども、金額的に、言うとですね、これは100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、4683億円ぐらいですか、サイズ的には。2022年の予測なんですけれども。ですから、それぐらいの規模の、市場がありますよというのが予測されていて。で、大体チップの数でいくと1800
600万、1600万切ってるぐらいですか、1600万個ぐらいの、AI チップというものが市場には出回っているでしょうね、というようなことですよね。で、まあ、今みたいな流れがあって、まあ、日本国政府も AI チップを活用した取り組みをどんどん進めますよ、みたいなお話がありますと。で、そんな中で、まあ、我々先ほどから申し上げている、その電力分野における、まあ、AI チップというものを、まあ、どういった形で活用したいと思っているのか。まあ、その一つが、その電力のマネジメント、さらに言えば、バッテリーのマネジメントなんですね。で、そのバッテリー単体で、まあ、当然、各家庭にバッテリーを置いて、そこには再生可能エネルギーとして太陽光パネルを置いて、太陽光で発電をして、電池に蓄電をして、で、それを家庭で使ってっていう流れになるんですけれども、まあ、そこの充電をするのか、放電をするのか、何もしないのかみたいな決定、推論というものを AI チップによって行う。まあ、これがまず一つ目的になります。で、なかなかその家庭にこういったものを実験機器を置いて実験をするというのが簡単にはできなかったものですから、何かそのクローズドな環境で、簡単に研究ができないのかな、実験ができないのかなっていうのを考えている中で、まあ、ふと、まあ、私の方で思ったのは、まあ、直近すごくやっぱりその EV の話題が盛りだくさんなんですね。まあ、日本はまだまだ EV 化って遅れてるんですけども、まあ、先日も、日産が、サクラという、軽自動車の EV を出してきて、まあ、初めての量産型の軽自動車 EV なので、まあ、非常にこれが、まあ、日本特有の、軽自動車がやたら多い日本市場特有の、まあ、EV 普及のきっかけになるのかもしれないんですけれども、まあ、欧州では当たり前のように EV というのがどんどん今普及してきてるし、まあ、当然その EV を使うためのインフラっていうのも、まあ、一方ですごい勢いで整えられているんですね。これアメリカも同じなんですけれども。で、まあ、日本はなかなかやっぱりその業界団体みたいなのがあって、で、充電の規格もあって、で、まあ、勝手に当然その充電ステーションを設置するみたいなこともできなくて、で、まあ、インフラがやっぱり全然ない。今で言ったら、日産とか三菱とか、ディーラーさんの駐車場に行くか、道の駅のようなところに行くか、じゃないと、まあ、充電ができないんだよ。だからインフラが全然足りない。そんな中で、まあ、それだけその EV が増える中で、一方でその再生可能エネルギーが今散々謳われていて。で、まあ電池そのものも非常にキロワットアワーの単価というものが落ちてきてますから、安くなってきてるんですね。これを組み合わせていったら、一つやっぱり解があったんですね。これは何かというと、まあここにあるソーラーカーポートですね。ソーラーカーポートはもう単純に、屋根に太陽光パネルが乗っていて、横に蓄電池があって、そこに、電気自動車がつながってくるわけですね。そうすると、太陽光で発電した電気が、どんどん蓄電池に貯められて、それが電気自動車側に流れますよって、まあ非常に電気的には簡単な流れなんですけれども、何がいいって、これソーラーカーポート単体で、ソーラー、つまり太陽だけ当たっていれば充電ができる状態になりますから、これ日本全国どこに持っていったって、山の中に置いたって EV を充電できるんですよね。従来の充電インフラってものは、当然ながら系統電力に依存してきますから、電気が引けるところじゃないと使えませんと。まあ、こういったお話をしている中で、結構刺さったというか、興味を持ってもらったのが、今建築現場で、やっぱりその EV 化ってものを検討されてるんですね。例えばブルドーザーみたいなものとか、トラックみたいなものとか、まあ、そういった建築の、機材が EV 化されたときに、結構山の中で、作業しなきゃいけない。電線、例えば1キロ引くのに山の中1億円かかりますみたいな話があって、じゃあ系統の電力が来ないところで EV をどうやって使うんだみたいな議論もあるんですね。そういった時にも、まあ、このソーラーカーポート、太陽さえ当たってくれれば発電ができて、蓄電ができて、充電ができます。まあ、さらにもう一つ、再エネ由来の電気ですよ、クリーンな電力ですよってものを証明できるように、まあ、ブロックチェーンによってトレサビっていうのをかけてるんですね。まあ、証明ができるような仕組みも持っています。で、実際にこの EV の充電ソーラーカーポートっていうものを、まあ、ある電力会社さんと組んで、会津大学の方に設置をして、実験をもうすでに始めています。去年の6月ぐらいですかね、設置をして、
テレビ、新聞等にも取り上げていただいたんですけれども、まあ、ここに、実際にリーフをつなげて、まあ、リーフに太陽光からバッテリーを経由して充電するというものをやっています。で、まあ、これ自体は電気的な流れでは当たり前の構造で、まあ、面白くはなんともないんですけれども、まあ、一つやっぱりそのブロックチェーンによるトレーサビリティですね。まあ、こういったその画面、これはあくまでサンプルのもので、実際の画面はデザイン的には似てるんですけども、ちょっと異なるんですけれども、左上に太陽光発電のモニターがあって、まあ、本日の発電量っていうのが出るんですね。で、その右側に電池のシルエットがありますけれども、このシルエットは蓄電池の内部の残量を示しています。まあ、ここで言えばバッテリー残量、SOC というんですけれども、ステートオブチャージ。80%ということで、まあ、8割のバッテリーが入ってますよっていうのがあって、で、下に EV の車があります。で、この黄色い枠というものは EV に充電をした充電量なんですね。で、これが意味しているものは何かというと、内部的には太陽光発電によって、何時何分に何キロワット発電した、何ワットアワー発電したという記録が当然ながらデータとしてはあります。で、そのデータを単にそのデータベース等に記録していくんじゃなくて、で、ブロックチェーン側にすべて記録をしますよと。まあ、最終的には、この太陽光発電によって発電された電力を EV に直接充電するのか、バッテリーに一旦貯めるのか、で、さらにそのバッテリーに貯めた電気は EV に今度充電するってわけですね。つまり、電気ってものが太陽光発電パネルから EV 側に直接行ったり、太陽光発電パネルから電池に入って、電池から車に入ったり。まあ、こういったそのいろんな流れがやっぱあるんですね。たかだかそのソーラーパネルがあるカーポートだからといっても、ここだけでも2経路あって、EV に対して電気をまあ充電するというような流れになってるわけですね。で、まあ、太陽光発電で何時何分に何ワット発電したという記録をブロックチェーンにまず刻みます。で、次に、そのバッテリーが、例えば車側に行ってれば、車側に入りましたよというものを、これもブロックチェーン側に記録をしていきます。で、車側に直接行かない場合は、バッテリーに一旦溜まりますから、バッテリーに入った時には、バッテリー側に何時何分に太陽光発電で発電された電力が、そのままバッテリー側にシフトしている。まあ、充電されましたという形でブロックチェーンに刻まれるわけですね。で、これによって、最終的に、この今下の黄色枠、例えば 1.95kW ってあるんですけれども、この 1.95kW の発電由来というものが見える化できるんですね。まあ、具体的には、その 1.95kW は、例えば太陽光発電から発電したものが EV 側に直接流れてきたものなのか、バッテリー側に一度入って、バッテリーから充電という形で車に入ってきたのか、それが何時何分のことなのか、もともとその電力は蓄電池にいつ頃の何時何分に太陽光発電パネルから出力されたものなのかっていうものが全部トレースができるんですね。で、これそのものは単純に今閉じたカーポート1基で実験をしてますけれども、まあ世の中これだけ再エネが増えてくればですね、まあ、例えばその太陽光パネルだけじゃなくて、風力発電、バイオマス発電、まあいろんな発電、まああくまで我々が検討しているのはリニューアブルな、再生可能エネルギーとしての、発電なんですけれども、その発電の結局その大元からどこに電気が流れて、さらにそれがどこを経由して最終的に電池に入ったのか、電池から車に入ったのか、まあ、家庭で使われたのか。つまり、まあ、需要家側が電気を使ったタイミングで、その電気がどういう経路、流れで、さらにはどういう由来の電気なのか。例えば自分が使って1キロワットの70%は太陽光発電によって発電されましたよ。30%は近くの山の風力発電によって発電されましたよ。まあ、こういったものがすべてブロックチェーンをたどることによって、まあ、記録として見えるんですね。まあ、これも一つ大きな、まあ、我々の取り組みの特徴というところになります。で、もう少し目線を変えますけれども、まあ、EV が普及する中で、その EV エネマネというところでの実験というものも、まあ、我々2019年、2020年ぐらいですね、福島県から、まあ、大型の補助金をいただいて実験をしています。ここでは、
レクシブさんという、これは今、小田原で大量にリーフを設置して、シェアカーの事業を行っている会社さんなんですけれども、リーフっていうのは言うまでもなく、40キロから60キロワットアワーのバッテリーを積んでるんです。で、まあ、今までのその車と何が一番大きく違うかっていうと、バッテリーっていうものは、燃料を結局その電気として持ってるわけですけれども、その電気を動かして持っていった先で電力を出せるんですね。まあガソリン車でガソリンをわざわざ運んでいって入れたガソリンを抜くなんてことないと思うんですけども、電気っていうものは車から出すことができますから、車をあく、あと、電池のようにですね、活用ができるということで、このレクシブさんという会社は非常に面白いビジネスモデルというのは、半分はシェアカーで電気自動車を街中で大量に活用しますよと。ですから、シェアカーとしての収入もありますよと。ただ、EV ってもともと初期コストが非常に高い。まあ補助金は入るんですけれども、補助金入ってもやっぱり初期コストが高い。じゃあなんでそんな高いの使うのっていうと、実は後ろで電力の事業ができますよと。これは何かというと、EV がいろんなところを走り回って止まっている間に、充電器じゃなくて、充放電器と呼ばれる充電もできて、かつ車から系統側に電気を戻すことができる放電の能力ですね。こういった充放電器というものを設置することで、もう街中の大量にある、それこそ60キロワットアワーが100台、1000台あったら、これ下手したら1機の大型の発電所相当の電力が賄えるんですね。ですから、まあこういったその大量の EV を電力のいわゆる末端の分散電源として活用しようと思っているのがこのレクシブのビジネスモデルで、ただ当然最終的には1000台とか1万台とかっていうこの EV を、じゃあどうやってコントロールするのか。まあ、勝手にみんなが充電していったら、一気に系統側は苦しくなるし、系統側足んないからといってみんなが出そうと思っても、例えば各車の充電残量がなかったら、出そうと思っても出せないんですね。ですから、まあ、低地の過程にあるバッテリーっていうものは、ある程度バッテリーが何時何分にどれぐらい残ってるかっていうのが制御できる、まあ、推測推定ができるんですけれども、EV ならではの難しい問題ってものは、運転してる人の特性によって、天気の状態によって、1時間後の車のバッテリーの残量ってものが、まあ、予測しづらいっていうのがあるんですね。で、他にも様々な、まあ、予測しづらい問題というものがあって、まあ、これを従来型のソフトウェア処理で全部やっていったら、なかなか求まらない解が出ないと。そんな中で、じゃあ、その AI に学習をさせることで、ある程度その最適化できるんじゃないかというところで始めた実験が、この、福島県の、まあ、採択事業ということになります。で、ここで、まあ、愛知大学の、適応システム学講座、勉教授のお力添えをいただいて、まあ、彼が、まあ、もともとその高速処理、低消費電力の、まあ、チップ型の AI の、機能というものを研究されてたんですね。で、まあ、我々で言う先ほどのその充放電器にその AI のチップを入れることによって、充電、放電、待機という3ステートを自動制御するような処理。まあ、これをその AI チップで行えないかというところで共同研究を始めましたと。で、先ほどのそのカーポートのバッテリー側にもこのチップを設置して、まあ、実際にその充放電制御をかけたりしてるんですけれども、まあ、内部処理的にはですね、非常に単純なニューラルネットワークなんですね。ここで言うと今これ3層しかないんですけど、ヒドゥンレイヤー、隠れ層っていうのは何層か今ありますね。でも、トータルで4層とか5層とかってそんなに深くないニューラルネットワークを使ってるんですけれども、まあ、充電の残量であったりとか、EV の状態であったりとか、まあ、エネルギーのデマンドであったりとか、まあ、こういったものを入力条件にして、最終的にはバッテリーの状態変化、ニュートラル、ディスチャージ、チャージといったような3ステートをですね、制御するというようなところを、まあ、学習系で、まあ、分回して学習させることによって、まあ、最終的には、その AI が、まあ、充電制御をしてくれると。まあ、これが、まあ、我々が取り組んでいるところなんですけれども、まあ、そこにプラスアルファですね。そのブロックチェーン的なメカニズムを入れましょうというところで、一つ入れてるのが、まあ、先ほどもちょっとフェデレーテッドラーニングというのが出てましたけれども、連合学習と呼ばれるものですね。車そのものにつける、充放電器側につける AI チップの処理能力というのは非常に弱いものですから、まあ、すべてをクラウド側で学習系として回していては結構計算処理的には重いんです。ですので、各エッジ側での処理は、なるべくその簡単にして、
ニューラルネットワークのモデル自体もシンプルなモデルにして、それを各チップで、オンチップで一応トレーニングはかけます。ただ、それを、上位にですね、一旦吸い上げていって、で、まあ、クラウド側でその吸い上げた各 EV の、モデルデータ、学習データというものを、連合学習として全体を合わせて再学習させて、で、さらにそれを、各 EV 側にフィードバックするというところをやっています。で、ですね。その実際の学習処理系自体を、さらにそのブロックチェーン上に展開するということですね。ブロックチェーンそのものは、先ほどから申し上げている通り、その改ざんができない、皆さんがアクセスできる非常に透明な、プラットフォーム、データ基盤になるわけなんですけれども、まあ、ここに先ほどのその EV の各エッジノードで処理した、まあ、簡単に言えば、ニューラルネットワークで学習系を回した、なんだ、ウェイトとバイアスですか。まあ、この2つの、パラメーターを学習結果として、ブロックチェーン側にどんどん記録していくんですね。で、各 EV ノードというのはブロックチェーンに接続すれば、周辺のエッジノードから上がってきている、ブロックチェーン上に展開されている学習記録というものが見えますから、まあ、そこからさらに再学習をできると。さらには、全体として、このブロックチェーン上に展開されている EV の学習データというものをクラウド側に吸い上げて、クラウド側で再学習を回してやることによって、まあ、さらに各末端の EV の学習系というものをより賢くするというようなこともできるわけですね。ですので、まあ、単に分散処理をして、計算の負荷を減らすという目的だけではなく、ブロックチェーン上に、まあ、皆さんが見える形で、再利用できる学習データとして、展開をするというのが一つポイントになってくるんですけれども。で、まあ、ブロックチェーン特有のやっぱりメカニズムとして、スマートコントラクトと呼ばれる、自動でのその契約履行というものがあるんですね。ですから、まあ、例えば、ある、ベンダーさんが EV の、充放電器を大量に設置して、その EV 充放電器によって、で、学習系が回りますと。で、ある程度賢くなった学習データがブロックチェーン上に展開されると、例えば他の業者さん、場合によっては、まあ、今後例えば佐川急便とかヤマト運輸さんとか、まあ、こういったその運送会社さんが大量に軽自動車みたいな EV を使って、あちこち走り回って、で、止まってる間はそれが充放電器につながって、系統に放電もするし、充電もするしみたいな動き方をしたときに、いざ一から始めるんじゃなくて、ブロックチェーン上に展開された学習データを再利用できる状態になるんですね。じゃあそれがタダで使えるのかって言ったときに、じゃあスマートコントラクトで、その元々その事業を行っていたベンダーさんの、EV 群によって学習を得たわけですから、じゃあ自動的にスマートコントラクトでヤマト急便さん、あ、や、や、えっと、ヤマト運輸さんがそのベンダーさんに、お金を支払いますよとか、ポイントをバックさせますよとか。なんかその、ある学習結果を与えてあげるから、その反対側で価値を戻しますよみたいなことも街中でどんどん取り組めますよね。ですから、まあ、ブロックチェーンそのものを単に学習のデータをストアするプラットフォームとして使うんじゃなく、その学習記録そのものを価値として、他の方々にもどんどん使ってもらって、それを経済的価値で戻す。なんかこういった実験も近い将来、できるんじゃないかなと思って、まあ私としてはワクワクしているようなところなんですけれども、まずは街中にこういった、先ほど申し上げたそのカーポートであったりとか、まあ充放電器を設置して EV がどんどん街中に増えてくると、まあこういった取り組みというものも、もっともっと面白い形での実験というのができてくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと駆け足になりましたけれども、予定の55分、で、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。まず会場の方から質問をいただければと思います。もし、Q&A で5分程度しかございませんが、もしありましたならば、ご質問いただければ。
すみません。富士通の木村と申します。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。大変、興味深い発表のありがとうございました。その前半の方にありました、コロナ禍での、顔認識とか、混雑状況の可視化みたいなものは、まさにコロナ禍になったからこそ、急速に普及がなされた。こういうものは平時では、おそらく、こんなに早く普及するとは思わなかったものばかりだと思うんですけれども、ここで、コロナ禍が終わった後のことを想像して、見たときに、こういったその、せっかく急速に導入された、このような、資産を、その別の形に生かすことができないかとか、そういった、今後のアイディアみたいなものって何か、おありだったりしますでしょうか。はい、ありがとうございます。まさにですね、現場からはいただいている声なんですね。例えばなんですけれども、この検温器、これ、先ほど申し上げた通り、もう半年で200台とかっていう、よくわかんない数値で、売り上げを上げてくれて、それだけたくさん設置されたものの、実際にじゃあその200台が今全部稼働してるかっていうと、そうではないんですね。最初の頃は結構やっぱ補助金もついてて、コロナの対策補助金みたいなので皆さんど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 ん入れたんですけども、いざ現場に入れてみると、結構ここの前にも人が並んでしまったりとか、いざ、じゃあそれを電源入れとかないと常に使えないとか、運用上のやっぱりトラブルっていうものがありまして、で、先ほどその申し上げた、このクラウドで勤怠管理に使いますよとか、これってまさに、もともと検温器で買ったんだけれども、検温器だけではもったいないよね、みたいな話が出てきて。で、自分とこの自社システムの中にこれを組み込みたい、みたいな話なんですね。で、実際にその我々として今一番求められているのは、やっぱりそのコロナじゃなくなった時に、じゃあこういったものをせっかく入れたのに、じゃあもう使いませんと言って撤去するのかという話なんですね。ただ、いろんな人と話をしている中では、一旦我々で言えば、常に出先で、お店の先で、検温をして、体温が正常ですよ、みたいなものを今測ってるんですけど、それを続けること自体は当然可能なわけですね。で、その可能の中で、皆さんのその体調変化ってものを、いろんな方々が、認識、把握できるような、今、インフラが整ってるわけですから、じゃあそれをどん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 蓄積していって、世の中でもっともっと使っていきましょうとか、さらには、これ自体はタブレット端末になりますからカメラもあって、今、ワクチンパスポートであったりとか、スマホ側のいわゆる処理っていうものが進んでますから、例えばスマートフォンとこの端末を連動させることによって、ワクチンパスポートを持ってる人が、その場所に、例えばチェックインをして、顔認証をかけて、体温も測って、ワクチンパスポートとの紐付けで、それをクラウドシステムに飛ばしたりとか、だから、ある意味、スマホと、こういったその端末の組み合わせによって、継続的にコロナ以後も使えるようなシステムというものを、ぜひ作ってほしいというようなお話はあって、そこには、我々としても取り組んでいるようなところでございますと。ありがとうございました。どうもありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか。じゃあ最後に私の方から1点だけ。まずどうもありがとうございました。実は私は久々社長の方と一緒に1回仕事をさせていただいたことがあるんですが、震災の時もそうでしたが、あとコロナの時もそうなんですが、大変な時にですね、ソリューションをパッと出されるっていうところがものすごい驚きでしてですね。で、単にですね、それを組み合わせる、サービスコンピューティングですから組み合わせっていうところは当然あるんですけど、それだけではなくてですね、そのアルゴリズムの複雑さのところもちゃんとケアしてしまうっていうところがすごい、以前から、感服してたところだったんですが、ここら辺をですね、マーケティングも非常にそのセンスがよろしいんですけど、どういう形でその維持をしていくのかっていうところを、ここの秘訣っていうのはもしいただければ、特にフットワークの軽さっていうのも非常にこうあるんですが。
そうですね。やっぱり重要なのは、まずやるっていうことですよね。できるかどうかを多分考えていたらできないんですよね。で、今回も、例えばシステムもそうですし、先ほどのその 3D のこのカメラですね。これとかなんて我々もともとスポーツの動作解析に使う目的でフランスから輸入してたんですよ。ですから、全く違う目的で使おうと思ってたものを、やっぱりそのパーパスというか、その目的に対してこれが使えると思った時に考えるんじゃなくて、実際それをもうやっちゃうってことですね。で、やってダメだったらしょうがないんだけど、やってできるもんだったらやった方がいいわけなんで、やっぱりそのベンチャーがゆえに、まあ予算だとか開発の工期がどれぐらいかかるんだ、リソースがどんだけかかるんだみたいなものを考えていたら多分できないので、まあ我々的にはまずやってしまって、で、当然それが赤字になることもあれば、まあこういった取り組みみたいにどん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 そのニーズがあって、会社的には黒字になったりもするんですね。ですからトータルではまあ我々としてはプラスになるものだと思っているので、まあその、まあ、POC って言葉が非常に今使いやすいんですけれども、POC ですっていうところが答えなんでしょうかっていう。なるほど。ありがとうございます。いろいろまだ、聞かれたいことも多いと思いますが、もう時間になりましたので、今日の、ご講演に対して拍手を持って答えたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。